気にするな。ならいいんだが、それにしても人が暮らしている形跡が見当たらないな。生存者がアルマンだけということはないと思うが、生きた人間を発見することはそんなに重要か。これほど崩壊した世界であっても、まだたくましく生きているものがいる。 その事実だけで救われるような気持ちにならないか。理解ができんな。行くぞ。やれやれ、ヴァルキリーとの感覚の違いにはまだなれないな。お母さん、僕こんなに計算ができるようになったんだよ。 恐れるのただ。 無駄な抵抗だったか。 規制を制する。
そういえば、世界の崩壊が始まる前はどうしていたんだ。私は世界の崩壊を止めるために創造された存在だ。創造されたか。あまりピンとこないな。どういう状態なんだ。何を知っていて何を知らないだとか。私の使命はオーディン様から受け止まった世界救済の命を果たすことだ。 それ以外のことは知らん。興味もない。そうか。発生を継続。
戦を制する。断りに従わぬ者よ、断りに従わぬ者よ。歪み下町に今解き放たん。
まずはご自分の体調を最優先にお考えください。王子に万が一のことでもあれば、民衆も混乱します。お前の言う通りだ。養生を心がけよう。最後よ、頼んだぞ。その運命は終止符を打つ。次に備えよう。ここにあれ。立ちはだかる者は皆切り捨てる。これは救済だ。恐れることはない。死の時を生きるに出よ。リーゴ、どうやら出ないか。英雄と呼ぶ方をしろ。お前の名で称賛に値する。
程度ならたやすいことだ。我が使命により貴様らを浄化する。救済を遂げるまで私は止まらない。今が浄化の時だ。
また失敗か。何度しくじるわけが済むのだ。私はこうしている間にもエメット様が急がなければ。使命により貴様らを浄化する。これはこれは、見つかってしまいましたか。サイファよ、この世界は今滅亡に瀕している。我が手を取り、
エインフェリアとなる。そのお話でしたらお断りしたはずです。わからない、なぜ拒む。私は神の戦士の器ではありません。生来体が弱く、戦う力もない。私にできることは金勘定だけ。それすら肝心な時に役立てることができなかった。なあサイファー、世界は俺たちの時代とは大きく違ってしまったらしい。俺の祖国も守るべき人ももはや存在しない。俺も今では人ではなくなってしまった。それでもまだやれることがあると信じている。このまま後悔を残して消えたくはない。お前だってそうじゃないのか。私は償いたいだけなのです。全てが消え去ればその機会も永遠に巡ってこない。サイファよ、お前に世界を救済する力を与えよう。